準備 OK ですか？多レ分 OK ディ？です。レディ？レディー。朝6時です。じゃあ頑張ってインドネシアまで行きますか、行き一まし人ょうで。か。制限で貼りました。ありがとうございます。今からクルイである QS5000 の試合のためにインドネシアに行きます。で、今日はまずジャカルタに飛んで、ジャカルタで一泊して、で、明日クルイに移動します。こんな感じで今回はインドネシア編になります。ちょっと頑張ってこっちのチャンネルも動かしていくので見てください。スープになっちゃった。12時間ぐらい？もっとか。そう、トランジットなんです。はぁ、We made it! 今夜のホテルです。めっちゃいい。おぉ、こんないいのなかなかないね、トランジット。めっちゃ綺麗。もうここにも YouTube 見れるよ、ネットリックス。ようやくジャカルタのトランジットのホテルに着きました。すごい綺麗なとこね。広い。こんな感じでバスルーム、もうめちゃめちゃ綺麗です。去年来た時ここ埋まっちゃってたんだよね。そう、で取れなくて、第3に着いたのに第1のホテルに行かないといけなくて。全然第1のホテルより高いしね。1万ちょっとぐらいするし。こっちの方が高いか。全然高いしか。めっちゃ綺麗よ。いや、こんな感じでゆっくりできそうだね。めっちゃいい。シャワー浴びて飯食いきます。ペッパーランチ。ペッパーランチか。ジャカルタの空港はちょっと日本食があるんだよね。そうそう、丸亀とかもあるから、ちょっと見て何か美味しいの食べてたらいいなと思います。とりあえずシャビオシャビオ。一緒に。美味しそう。ね、やばいね。どう？うまい。変わんないね、意外と味。全然変わんない。いけるいける。ちょっと肉の量が少ないかも。ケチってる。
豪華なバイクだ。これバリで食べたあのお菓子かな。モーニング。じゃあ、ライキー。What time is our flight? 11:30. So, get ready and going to check in, bro. Your, my.最近肌荒れしてる。ここめっちゃニキビがすごい。グローバル Wi-Fi の速度テスト。31MB。まあまあ。そこそこな速度です。動画アップロードとかちょっと時間かかりそうだけど、でも十分です。今回無制限なんで、もうずっとつけて使いたいと思います。取れない。え？取れない。取れない。よし、長旅や。のスターバックスです。日本と置いてるもの全然違うから。あ、でもこれバリにあったのと一緒だ。これはかわいい。これめっちゃマット、うん、なんかわいい。これ今のシーズンかな。おお。普通の、うん、調子良さそうね。種類が結構海外のスターバックス事情です。非常食。1時間ぐらいかな、飛行機は。多分すげえ近いと思うんですね。飛行機はそっからの車6時間。でも今回夜中にあれじゃないからいいかも。そうだ、前回着いたの夜でさ、うん、夜中走ってさ、怖かったよね。なんか朝方着いてさ、うん、最悪だったよね。今回夜に着けるから、うん、まだマシかな。マシかな。こっちドメスティックから行きます。ハーフにした意味、ね、切ってくれたのに放送は一緒っていう。あ、うまっ。辛オニオン。 BMT って何なんだろう。ベーコンも、モッツァレラ？モッツァレラ入ってない。うまい。熱い。現在の気温は31度だって。最高33度。暑いですね。結構ムシムシしてます。1年ぶりです。去年めっちゃサーファーが多くて、あの選手が多くって、
いざ届くかめっちゃ不安だったので覚えてます。でもさ、去年さ4人だったじゃん。そうだね。ここ真ん中の人とかいたんですよ。超つらかったよね。つらかった。なんか2人だから結構ゆったり。ゆったりだね。6時間頑張ります。まあ俺らは乗ってるだけだけど。確かにドライバーの方がつらいよね。確かに。よろしくお願いします。出番。みたいです。ご飯休憩だね。はい。めっちゃ暑い。やばいね。半端じゃない。マジ。去年もこんな感じだったよ。去年はさ、今からさ、腹が減りすぎてさ、何でもいいから食べてたよね。食べたかった。山ゾーンに入って山ゾーンだね。来ました。エアコンかけてたんですけど、エアコン切ってね、6本ないでしょ、エアコンかけてると。なんか馬力が足りないでしょ。めちゃめちゃだって急だもん。すんごい、もう結構ずっとうねうねで、かなり登るんだと思う。なんか前は深夜だったから、ただただ気持ち悪かったけど、今日はまだ見えるからいいね。あと調子悪いわ。
気持ちいい？気持ちいい。マイナス4。マイナス4はすごい。確かに。涼しいね、確かに。涼しい。一気に涼しくなったよ、ね、山登ったら。おお。アイスも取られそう。うわ、でかい。すごい、めっちゃ見てる。怖い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 。移動で疲れたのでゆっくりします。はぁ、着いた。もう夜です。夜だね、はい。まあ、夜の7時12時、1時ぐらいに着いたから6時間ぐらいかかるね、うん、いや、さすがに6時間は座ってんの疲れたなやっぱり移動がハードだね、クルイは。なんか多分高速とかだったらさ、うん、綺麗な道だから行く。結構ガタガタだよね。ヌンってなるよね。ヌンだったし、うん、結構暑いしね。暑かったしね、うん。まあこんな感じで来るまでのアクセスこんな感じでした。来ちゃえばいいんだろうけど、ね、うん、そうだね。ちょっとやっぱり丸2日かかったもんね。丸2日かかりますね、しっかり。ジャカルタでしないといけないから、うん、それが結構痛いよね、2日かかるっていうのが。確かに2日使っちゃうもんね、移動だけで、うん、こんなインドネシアなのにね。まあでも波はとってもいいと思うので、いいはず今回は増えるはどうかわかんないですけど、まあこんな感じで、ちょっと遠いんですけど、クレイはこうやってこういう感じで来てます。出ます。また次の動画でちょっとお部屋の様子とか、クルイの様子を、ね、ちょっと明るくして明るくなってから、うん、ちょっともう夜なんで様子とかね。はい、なので今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。はい、お疲れ様です。